翼イズムがいよいよ発売直前となりました。今週は LA で撮ったメイキングと実際に写真集で使われるカットを一緒に紹介したいと思います。3日間かけて撮った LA ロケ、LA はすごい景色も綺麗だし天気も良くてすごいいい絵がたくさん撮れて良かったと思います。でも大変だったことはすごい広いので車の移動が本当に長くて距離がすごいもう何時間もかかってその移動が大変でその撮影のスポットを探すのがもうみんなで苦戦しました。一から本に関わったのは今回が初めてなんですけど、大変だった分すごい達成感と満足がいっぱいでこれから書店に並ぶって思うとすごい楽しみだしみんながどういう反応するのかなと思うと時々なんですけど、もう少しで書店に並ぶので皆さん楽しみにしててください。バイバイ。